空対艦ミサイルで問題が発生しています。導入予定のロラズ、無、長距離ミサイルの価格が高騰しているのです。今回は、この長距離ミサイルについて詳しく見ていきます。日本には、人に意識誘導弾があったので、射程を変更する案を検討中との発表がありました。2021年現在、航空自衛隊が運用している戦闘機は、F-15 自衛、イーグル、F-2、F-35 ライトニング 2A 型の3機種になっており、このうちの F-15 自衛、イーグルの一部である98機に近代化改修を施す予定となっている。この F-15 自衛、イーグルの近代化改修後の機体に、アメリカ製の AGM-158C ロラズム空対艦ミサイルを搭載することで、中国軍艦艇の搭載する艦対空ミサイルの射程圏外からの攻撃能力を獲得させる方針張りだった。しかし、当初試算していた約800億円と見積もられた、この改修の初期費用は、使用する電子部品の枯渇や日本でしか行われない特殊な要件であるとして、アメリカ側から3倍以上の金額を突きつけられた。しかも、これはあくまで初期費用であり、計画通りに98機の F-15 自衛、イーグルに近代化改修を施す場合は、別途約5300億円が必要で計約7700億円。1機あたりは、実に80億円近くにもなる計算だ。ここまで、金額に乖離が生じたために F-15 自衛、イーグルの近代化改修自体を中止すべきとの極論も囁かれる中、そこまでは踏み切れない日本側は、AGM-158C、ロラズム、空対艦ミサイルへの対応を見送る公算が高まっている。それによって、近代化改修の費用を圧縮し、なんとか日本側が許容できるレベルの金額まで引き下げることが目的だが、費用面以外に、AGM-158C ロラズム、空対艦ミサイルを代替する手段が必要になる。そこで有力視されているのが、陸上自衛隊で実戦配備を進めている人に、敷地対艦誘導弾をベースとした国産の空対艦ミサイルの実用化であり、既存のこの開発を本格化させる方向だと見られている。人に、敷地対艦誘導弾は、車両搭載型の発射元によって運用される地対空ミサイルであり、製造は三菱重工業が担当、直径約35cm、全長約5m、重量約 700kg で、最大射程はおよそ 200km 弱とされている。2020年12月の閣議決定により、すでに2017年から開始されていた人に、敷地対艦誘導弾の改良型をさらに超射程化する故事と、空対艦、艦対空用途にも対応させた能力向上型の開発が承認されている。まず、2025年度までに400億円弱の開発予算が承認されており、従来同様に三菱重工業が開発を担い、現状の約 200km の射程を大幅に延伸した 900km。最終的には 1500km を目指すとも言われている。現行の人に敷地対艦誘導弾は前述のように、約 200km ほどの射程距離と見られるため、南西諸島防衛用には、奄美大島、ついで宮古島に配備されており、次に、石垣島に配備が予定されている段階にある。これが、一気に 900km の射程距離ともなれば、九州内陸部への配置でも、南西諸島の防衛が可能となる上、
1500km が実現するならば、さらに部隊配置の自由度が向上すると思われ、非常に有効な兵器となるだろう。こうした射程距離の延伸が実現すれば、あえて戦闘機に搭載して使用する空対艦ミサイルでなくとも、南西諸島防衛の用途はなりそうだが、飛翔速度はやはり亜音速であり、長距離到達には時間を要する。それを考慮した場合、個人的には、やはり戦闘機用の空対艦及び艦艇搭載用の艦対艦といった運用手段の多様化と並行して、飛翔速度の向上を図ったものを開発していくべきではないかと思える。このように F-15GA、イーグルの近代化改修後の AGM-158C ロラズム空対艦ミサイル搭載予定は頓挫し、国産の人に敷地対艦誘導弾、改めの空対艦化が進められる方向性だが、およそ7年ほど実用化にかはかると見られる。これだけではな、クエ F-15GA、イーグルにはアメリカのロッキード、マーティン社製のジャスム ER 空対地巡航ミサイルの実装は予定通り進められる方針であり、対地用アウトレンジ攻撃能力を確保する。また、最新鋭機である F-35 ライトニング 2A 型には、ノルウェー、コングスベルグ社製のJSM 空対艦ミサイルの実装も行われる予定であり、AGM-158C、ロラズム空対艦ミサイル分の穴を補うことが期待される。敵の保有する対空ミサイルの射程圏外から、攻撃可能なミサイルをスタンドオフミサイルと呼んで、こうした複数種類の空対艦、空対地ミサイルの戦闘機への搭載を目指しているが、一方で、日本独特の批判の声もある。それは、主として空対地ミサイルの長射程化は、敵地攻撃能力の獲得につながりかねず、専守防衛を旨とするはずの自衛隊の装備として、攻撃的な兵器であり、ふさわしくないとの声が一部から上がっている点だ。こうした論調は、主として、日本の野党側から唱えられ、政府が自衛隊の理念をなし崩しにして、攻撃的な兵器の取得を強引に進めようとしているかのように、悪質な印象操作を行っているように映る。確かに、与党側の一部から、北朝鮮のミサイル発射などに対し、その兆候が確認された場合には、日本側から先制攻撃を行うべきだとする敵地攻撃論が唱えられていることは事実である。しかし、前述のように、直近で、開発、または調達を進めようとしている空対地ミサイルは、あくまで、飛翔速度は、亜音速の域を出ず、射程距離が長いとは言いつつ、着弾までには、時間を要するため、有効とは言い難い。そのため、こうした空対地ミサイルの運用の対象も、日本の領土である南西諸島に万が一敵が上陸した際の反撃の手段として用いることが主であり、決して非難されるような攻撃的兵器には当たらないと思える。